スズメダイクロミスのタタは、スズキモク、ベーラーモクスズメダイカに分類される魚類。日本では、東北地方以南の岩礁域でよく見られる小魚で、ある。中国から、朝鮮半島。日本では、東北地方以南の沿岸域に分布する。約300種を含む、スズメダイカの魚の中では、最も高緯度まで分布していて、低水温には摂氏8度まで耐えられるとされている。 全長は1 5トルほどで、体は木の葉のような形をしている。鱗は厚く、体に対して比較的大きい。体色は全身がほぼ肺褐色をしているが、背びれの最後の付け根にある白い点が特徴である。ただしこの点は死ぬとすぐに消えてしまう。水深3 0ルまでの岩礁域に群れをなして生息するが、全長数センチメートルほどの幼魚は、 タイドプールでもよく見られる。食性は肉食性で、主に動物プランクトンを捕食する。繁殖期は夏で、オスとメスが岩の上などに炎上に散乱する。オスは散乱後も巣に残り、卵に新鮮な水を送ったり、卵の上のゴミを取り除いたり、卵を狙う外敵を追い払ったりして、卵を守る。スズメダイの名の由来は、スズメのように小さい、目がスズメに似ている。 スズメのように群れる、などの説がある。磯釣りではいわゆる、餌取りや、下道として扱われるが、塩焼きや、唐揚げなどで食べられる。九州北部では、スズメダイの塩焼きを、炙ってかもと称し、郷土料理として食べられている。また、炙ってかもは、ズメダイそのものの方言胡椒としても、用いられる。韓国、チェジュ島では、冷や汁風刺身や、塩辛にして食べる。 おせんごろし、やはず、なべとり、やはち、あぶらうお、つばくろ、あぶってかもなど、ありがとうございます。